皆さんこんにちは、こんばんは。今回もこのドラゴンボールスーパーのフィッシュソーセージ開けていきます。ちなみに前回はこの5枚が出ました。で、何が欲しいのかというと、もちろんこの悟空もかっこいいから欲しかったんだけど、まあカード的にね、あの絵柄じゃなくて、あのアビリティ的に欲しかったのがこのビルス様が欲しかったんだけど、やっぱりこれが欲しいって思ってるとこれだけ出ないっていう結果にで、今回も5つ買ってきたので開けていきます。ビルス様出るといいけどな。よし、じゃあまず1つ目、さあ1枚目どこに入ってんのこれ。あった。さあ1枚目、ででで、あ、ベジータもういらないよ。じゃーん。え、なにベジータって3枚目だよこれ。3枚目のベジータ降臨。はい、じゃあ次2つ目。さあ3枚目、あ、3枚違う、2枚目だよまだ。2枚目、じゃーん。やったゲット、ビルス。すごいすごい、なんかあの野生的な顔してビルス野生的な顔になる。で、裏はこんな感じです。公式にも載ってると思うけど、このゴッドメテオ持ちのビルス、はい、裏はこんな感じです。この公式にも、まあ、これは載ってると思うんだけど、このゴッドメテオ持ってます。アタッカーにすると自分チームの攻撃終了時に発動して、成功するとゴッドメテオでダメージを与える。敵アタッカー効果、発動した G ラウンドのみ敵アタッカーの与えるダメージを大幅に軽減、1回限りっていう、このゴッドメテオ持ちのビルス様です。アビリティは妨害の後期で、戦闘力バトル時、毎回ガードが100未満の仲間がいる場合、敵チーム全員のパワーを半減し、チャージインパクトを早くするっていう、1ラウンド限りっていうカードになります。よかったー。とりあえず OK。ビル様がゲットできたので、まあこれでもう一安心だね。じゃあ、残り3つあるので、開けていきましょう。こうなったらね、あと1枚。悟空ブラックがまだ出てないので、悟空ブラックも出てくれると嬉しいかな。さあ、次のカードは何でしょうか。じゃじゃーん。お、すごい。今回はいいぞ。悟空ブラック出てくれました。これで5種類全部揃ったね。やった。悟空ブラックは、こんな感じの2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃陣にスーパーエナジーモードに突入して、被弾で敵にダメージを与える。自分チームのヒーローエナジーが多いほどダメージアップ、大成功すると攻撃した敵のパワーを永続でマイナス3000で、アビリティがエナジーブリカー、自分の攻撃時チャージインパクトで勝利すると敵チームのヒーローエナジーをマイナスに1回限りっていうカードになります。おお、揃ったな。よし、じゃあ残りは何が入ってるかな。さて、次のカードは何でしょうか。じゃじゃじゃん。お、トランクスだ。トランクスはこれ3枚目。じゃあラスト、これ何入ってるかな。悟空かな。もうベジータもトランクスもね、3枚ずつ出てるから、それ以外だったらいいかな。まあ全部持ってるから何でもいいや。じゃあ最後、じゃじゃーん。お、ビルス様が2枚目。今回5箱開封した結果、無事ビルス様2枚出てくれて、あと悟空ブラックも1枚出てくれたので、すごいもう良かったです。これで5種類揃えられました。ビルス様だけ出ればいいかなと思ったけど、結果的に集められることができてよかったかなって思います。ということで、今回はドラゴンボールスーパーのフィッシュソーセージ5箱開封してみた結果でした。それでは
またねー。